こんにちは、プラネ渋谷オーナースタイリストのよしきです。今回の動画は、美容師でも借り上げにこだわりたいという動画を解説していこうと思います。まずはビフォーです。今回のお客様は約1ヶ月に1回通っていただいているお客様です。髪質はやや太め、毛量も多め、大きく髪が動くくせ毛さんです。このウェーブもくせ毛で自然に動いている髪の状態です。まずはシャンプーが終わり、濡れた状態でカットしていきます。特に髪の毛が太めの方は、濡れている方が髪の毛が柔らかくなり切りやすくなるのと、髪の毛に負担が少なく切れます。まずはブロッキングです。このようにカットする場所をあらかじめ分け取るのですが、本当に綺麗にカットしようと思うと、このブロッキングがすごい重要だと思います。このブロッキングのラインがガタガタだと、カットラインにもばらつきが出てしまうので、仕上がりにどうしても差が出てくると思います。厳密に大きな差は出ないのですが、このラインをきれいに取ることで丁寧な仕事につながると思います。ラインをきれいに取るコツは、このように一発でラインを決めようとせず、一度ラインを取り、縁の端を使って微調整すると取りやすいです。続いて刈り上げです。まずは 9mm で刈り上げのベースを作っていきます。作りたいラインをイメージしながら、下からバリカンを入れていきます。で、このように櫛を使いながらバリカンを入れると、切りたくない部分は切らなくて済むのでおすすめです。続いて 6mm でグラデーションを作っていきます。このように耳たぶを逆の手でしっかり押さえて、生え際からバリカンを入れていきましょう。ここでポイントです。バリカンは毎回必ず生え際からこのように入れていきましょう。途中からバリカンを入れてしまうと、一部分だけ穴が開いたりしてしまうことがあるので、それを避けるためです。続いて 3mm でグラデーションを作ります。 3mm になると肌が透けて見えてくるので、仕上がりの印象が大きく変わります。個人的には 3mm の範囲を多くしすぎるといかつくなると思うので、デザイン的には最小限にしています。しかし、もみあげや襟足はすぐ髪の毛が伸びると感じるので、このように 3mm を使ってできるだけ短く切ってあげることがおすすめです。もちろんお客様のお好みにもよるので、都度お伺いしてコミュニケーションを取ることをおすすめします。今回のこの刈り上げは、生え際を 3mm でカットしています。続いてバリカンの長さを調整し、 4mm にして 3mm と 6mm で切ったグラデーションの間をグラデーションで綺麗につなげていきます。ここでポイントです。刈り上げに欠かせないバリカンですが、やはりいいものを使用すると精度が上がると思います。この動画で使っているバリカンの紹介です。こちらがパナソニックのプロバリカンで、去年発売されたフェード用のバリカンです。従来のよく美容師さんが使っているバリカンより、この刃の部分のピッチが狭く、刈り上げのこのムラが軽減された印象です。使うと刈り上げが上手くなったなと勘違いできるぐらいの違いがあると思います。もう以前のものは使えなくなってしまったぐらいなので、刈り上げを多く切られる美容師さんにはすごいおすすめです。続いてアタッチメントを外し、産毛を処理しながら襟足のラインをきれいに作っていきます。このライン作りは特に失敗できないので、慎重に切りましょう。そして次にハサミで刈り上げていきます。ハサミで切ることによって、刈り上げの面をきれいにしていきます。バリカンで作った刈り上げはまだまだ表面がデコボコしています。そのデコボコを滑らかにすることで、刈り上げの持ちが良くなると思います。このデコボコの状態をそのままにしておくと、髪が伸びていくうちにさらにこのデコボコ感が大きく強くなり、すぐにカットラインが崩れる原因になってしまいます。このちょっとしたひと手間なんですけど、このひと手間がクオリティを上げてくれると思います。
私は刈り上げ用の7インチのハサミを使用しています。7インチと少し長めのハサミなので、カットも毛が逃げることなくしっかりと切れるタイプのハサミです。余談ですが、このハサミは美容師1年目の頃に購入したハサミで、とても思い入れのある18年目の相棒です。ハサミでの刈り上げもマリカンと同様に毎回生え際からカットしていきます。刈り上げの途中からハサミを入れることはありません。ハサミでの刈り上げが終わったら、逆サイドの部分の刈り上げも作っていきます。続いて襟足部分の刈り上げです。最初の刈り上げと同様に9ミリで刈り上げのベースを作っていきます。この時にお客様にやや下を向いてもらうことが重要です。切りやすくなるという点もありますが、下を向くことでここの襟足付近の皮膚が綺麗に伸びるので、すごいカットがしやすくなります。先ほどの刈り上げと同様に6ミリと3ミリを使ってグラデーションを作っていきます。この時にバリカンをこのような弧を描くような動きで形を作っていくので、髪を切りすぎないように髪を逃がして切っていきます。弧を描かずに上に向かって切ってしまうと、そのまま短くなってしまうので要注意です。3ミリでも同様に小さい弧を描くように生え際から切っていきます。続いてアタッチメントを外して襟足のアウトラインを決めていきます。アウトラインを決めたら、仕上げに 0.9 ミリの設定にしてライン感をぼかすようにグラデーションを入れていきます。続いて先ほどと同様にハサミで刈り上げの面をきれいにしていきます。ポイントです。今回のポイントは刈り上げの色味をきれいにするです。頭皮はデコボコしているので、きれいに長さを揃えたとしても、このように色が薄くなっている部分や濃くなっている部分が出てきます。この色を揃えることで刈り上げのパッと見た時の綺麗さが変わってくると思います。揃え方はこのようにすきばさみで少しだけ切ることで色味を調整していきます。もちろんやりすぎるとそこだけ穴が開いてしまうので、やりすぎには注意が必要です。このようにすきばさみの先を使って頭皮に気をつけながら色味をできるだけ揃えていきます。この工程もちょっとしたひと手間なのですが、この動画の一番の重要な伝えたいポイントです。すきばさみを使ったら、最後にまたハサミで刈り上げの面をきれいにしていきます。こちらもポイントです。どうしても刈り上げを作るときに、カットしている頭とスタイリスト自身が距離がすごい近くなってしまうので、このようにたまに距離を保ちながら引いてみると、より色ムラが見えてきやすいので補正しやすくなると思います。少し一歩引いてみるのがすごい重要です。こだわって切った刈り上げの部分なので、お客様にも一度見ていただきます。続いて上の部分を切って、今回はパーマもかけていきます。今回は上の髪の毛を少し長めに残してスパイラルパーマをかけていきます。パーマがかけ終わりました。刈り上げの最後の締めで、このように産毛トリマーを使ってしっかり短い産毛を処理していきます。バリカンだけの処理だと、触るとプツプツするぐらいの短い毛が残ってしまうので、もしこのトリマーがあれば使用してあげてください。どうしても男性のここの産毛はすぐ生えてきてしまうんですけど、このように産毛トリマーで切るだけでしっかりこうツルツルになるので、それだけでも喜んでもらえると思います。
ちょっとピントが合ってなくボケてしまってるんですけど、お客様と一緒に仕上がりを見て喜んでいるお客様を見て私も喜んでおります。完成した刈り上げです。下からこの綺麗にグラデーションを入れることによって色味の変化もグラデーションで綺麗に見えてくると思います。やはりこの刈り上げが綺麗だと、この上のパーマしたスタイルも自然と綺麗に見えるような気がします。この刈り上げをこだわることで何かに似てるなと思ったんですけど、眉毛を綺麗にする感覚に似てるなと思いました。やはり眉毛を綺麗にするだけですごい顔の印象ってすごい変わると思うんですけど、眉毛が綺麗だとなんか顔のパッとした印象も良くなるので、刈り上げも綺麗にすることによってこうスタイル全体の印象がパッと綺麗に華やかに見えると思います。いかがでしたでしょうか。僕自身刈り上げが好きでこだわって切ってるんですけど、やっぱりなかなか小屋さんの技術というか美容師さんのこの刈り上げの動画を見ると全然まだまだだなって思うところはあるんですけど、私たち美容師も刈り上げにこだわることによって喜んでいただけるお客様が増えると思うので、ぜひ美容師の皆さんもこだわっている方もたくさんいらっしゃると思うのですが、ちょっとでもこの動画で気づきが何かあれば嬉しいです。今後もこのように自分なりの気づきの技術解説動画をしていければと思うので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。 YouTube をご覧の皆さん、編集をしているオーナースタイリストのよしきです。プラネではまだまだご新規のお客様も受け付けております。ご予約は概要欄の URL からできます。相談も可能ですので気軽にメッセージお待ちしております。次の動画もお楽しみに。